よ。二人とも食べたことあります？チャーリーさんに教えてもらったんですけど、ここのクレープ美味しいのになぜか繁盛してないらしくて、穴場らしいんですよ。あ、はいはい、いらっしゃいませって。うわあ、なあニリノちゃん、お客さんに迷惑だぞって。どうしたの二人とも、鶏が締められたような声出して。おや、久しぶり。もう金貨かじってないかい？お金大切。さ、安心したよ。以前いただいたクレープとても美味しかったです。ありがとう。そちらのお二人は仲間。いいな。うん、さて、私はちょっと用事があるから、あとはよろしく。了解。さあさあ、弟くんのギルドなんだもん、サービスしちゃうぞ。どんどん食べてね。本当ですか？お姉ちゃん、消しの焼きが間に合いません。こっちはトッピング用のフルーツがなくなりそうよ。でも泣き言言わない、サービスするって言ったんだから。あの店大丈夫かしら。おいしい。みんな、今日は贅沢させてもらっちゃいました。ゆうきくんに感謝ですね。またよろしく。やりましたよ、お姉ちゃん。喜んでくれてますよ。弟くんの笑顔、最高。